はい、吉谷さんいつもありがとうございます。そうですね、やっぱり速稼塾に入ってドリームアカデミア入るっていうのがいいんじゃないでしょうか。まあ両方入ればいいんじゃないですかね。なんか複数入ることはあまりお勧めしなかったんですけども、確かにね、速稼塾入っていただいてもいいんですけども、ビジネスが上手になりたいって人は滅多にいないんですよ。お金が増えるから、お金が増えたらもうもはやビジネスしなくてもお金増えてるから、うん、いいんじゃないかなと。でお金が増えた上でビジネスに興味があってどうしてもビジネスを攻略したいっていうのは素晴らしいことなんで、その時はまあ私がやってもいいんですけどもね、私がやってもいいんだけども、おすすめはドリームアカデミアで商品を作る力、商品を作る力、集客する力、セールスする力、これをねつけていけばいいんじゃないかなと思います。もちろん私も同じようなことできますけども、まあね、なんかせっかくなんで両方に縁持ったらいいんじゃないかなと思いますよね、うん、でまあね、今回インドネシア行っても思ったんですけども、まだ私の動画を見てる方っていうのは大抵吉谷さんの動画を見てて、吉谷さんってどんな人ですかってまあ聞いてんなんですよね。どんな人って見たままですよと私は似たような感じですよと、うん、だから両方とも見たらいいんじゃないですかっていう風なね進め方になってきます。だからなんか妙にね色分けするもんでもないし、一緒にやってるような感覚ですよね。もうもはや姉妹校と言いますか、だから両方やってもなんか干渉して害になることはないですし、片っぽでも全然いいですけどね。両方やったからって言ってなんかめちゃくちゃになることはないですから、同じテーマを持ってますし、同じようなまあ、教育方針って言ったらね偉そうな言い方になっちゃいますけども、お伝えの仕方ですしね。で同じ背中を見せることもできますんで、まあ私も吉谷さんも圧倒的な量をやる、その上にテクニックをポコンとプラスするだけなんで、まず量をやってないのにテクニックだみたいな人はうまくいかないと思います。私の塾も吉谷さんのドリームアカデミアも量はやらないけどもテクニックだけでうまくいくって人はいかないですね。FX にしてもアフィリエイトにしても SNS にしても転売にしてもうまくいかない、全然ダメですね。そういうところは一貫してるかなと、だから気が合う仲間という感じですけどね。はい、まあそんな感じでね、今日はちょっと短めでこういうふうなメッセージにしておきましょうか。はい、では失礼します。